茨城県道132号赤浜上、大島線畜生市東、石田茨城県道132号赤浜上、大島線は茨城県畜生市から筑市までを結ぶ一般県道である。筑生市赤浜から筑波市城大島の間を東西に約 5km の距離で結ぶ一般県道である。1972年3月1日。 主要地方道筑波益子線の路線認定に伴って、その前身にあたる県道赤浜上、大島真壁線が路線廃止されると、残存区間にあたる赤浜上、大島真壁線の一部区間について、真壁郡明野の町を技、赤浜を起点とし、筑波郡筑波町を終点とする赤浜筑波線として、茨城県が路線認定した県道である。百八十八年に、 終点側の筑波町が筑波市に編入されたことを反映し、1995年の茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号変更を、整理番号132、路線名称を、現在の赤浜上を押しませんと解明して、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ありがとうございます。